ごめん、はい、こういう気持ちでいっぱいですね。なるほどね。さあ早瀬のゆかです。なお先ほどの米井の鉄棒の得点は 9.10 でした。あ、これは伸身ダブルですね。伸身のダブルですね、はい、岡山日大高校から日本大学を経て課外学期に入っています。おっと今度はこのムーンサルト。世界選手権の代表メンバー、去年のアジア大会のメンバーで個人総合6位に入って自信をつけた早瀬。ラインオーバーなりませんか。どうでしょうか。今旗上がりませんでしたね、うん、最後の黄色のところフィニッシュもうまく決まりませんでした。演技の内容それからこなし非常にいいんですけど、つまらんところでミスを犯してますね。そうですね、足りないですよ。世界選手権の代表メンバーの早瀬、今日はあん馬で 9.45、 つり輪 9.40、 跳馬で 9.15。 この伸身の好調が素晴らしいですよ、はい、平行棒が 9.00、 鉄棒 9.20 という得点でした。この月面、いいですね。あれだけ大技を決めておいてつまらんところで小さいミスを重ねてますからね、はい、本当に惜しいですよ。ということは先ほどから何回も紹介しています細かい決め、着地ね、はい、男子の自由の場合に国内だけでね、いわゆる内規というんですか、はい、着地を決めればね、加点すればどうかというような意見もありますが、だから着地一歩動くということは 0.1 の減点ではなくて、はい、全体的に大きく評価になるんですよね、はい。